はい、こんにちは。Apple からですね、ついに iOS 9が発表になりました。すでにね、アップデートされている方もね、いると思うんですけども、今回はですね、ちょっと、私なりにですね、良かったかなっていう、点、機能をですね、ちょっと紹介したいと思います。はい、そのね、機能なんですが、まずね、写真が、進化しました。はい。ですね。じゃあ、まず、やってみましょう。はい。こちらなんですけども、私のね、マイ、フォトストリームなんですけども、以前ですとね、こういう一覧、出ますよね、写真のね。で、こういう風にこう、選んでは、こういう風にね、チェックとかね、見てたんですけども、実はね、今度 iOS 9にしますと、ここの下のですね、ここなんですけども、はい。ここの部分にですね、帯が出まして、これをね、スライドすることによって、写真をね、次々と連続的にね、チェックできるようになりました。これすごくね、便利でね、いちいち今までは、戻ってチェックしてこういう作業やってましたよね。それがですね、こうスライドすることによってですね、はい、連続写真のようにこういうふうにねチェックできて、でいいカットをねこう選択できる、こんな感じになりました。ですね、一応これは、iPad Airなんですけども、もう一つね、iPad 3がちょっとねあるんでね、こちらでちょっとねチェックしてみますね。はいはい、こちら iPad 3ちょっとね前のやつなんですけども、やっぱりね CPU のね、能力差があるんで、ちょっとねあの画像処理に時間が多少かかる感じですかね。ちょっとね、こうやった時に、こうモザイクみたいなね、感じに、なりますね。はい。その点、少し前のね、iPad Air だと、CPU がね、強化されてるんで、そこまでの、もたつき感っていうかね、そういうのはないですね。はい。非常に、もうコマ送りのように、見ることができますね。はい。こんな感じで非常に滑らかですね。はい。もう一つの機能がですね、ビデオなんですけども、はい。はい。ビデオなんですけども、はい。ちょっとね、これ YouTube で、編集してたやつを、書き出したやつなんですけどね、今まではね、見ることはできたんですけども、同じようにビデオでもこのように、チェックができるのはそうなんですけども、あとですね、再生、今再生してますね。はい、今動いてますね。はい、の時に今度ねビデオでもこう拡大がねできてチェック、前のね、はい、iPad 3じゃなくて iPad 3か iPad 3の、映像ですけども、はいはいはい、こんな感じでね、はいはい、動画ですがこういう風にね、アップデートじゃなくて、動画ですが、こういう風にね、アップして、ビデオの方ね、チェックできるようになりました。はい、ということで、今日はですね、iOS 9によってですね、より使いやすくなったね、写真についてやってみました。はい、本当にね、これね、いいですよね。写真のね、チェックが本当に楽になりました。はい。あとね、ビデオなんかがね、拡大してね、チェックできるっていうのも、
非常に、私としては、ありがたい機能ですね。はい、そしてですね、シシマルのチャンネルでは、こういうね iPhone の、アクセサリーだったりですね、あと、はい、こういうね、カメラ、小型カメラ GoPro なんですけども、はい、こういうこともね、はい、アクセサリーなり、紹介しております。よろしかったらね、下の方にですね、はい、リンク貼っとくんで、そちらの方もチェックしてみてください。はい、ということで今日は iOS9 によってですね、昨日アップした写真をお送りしました。はい、以上になります。